はこの田中さんは1年前までは客単価1万2000円でした。でそこであるですね、新しいこと、まあ、トリートメント強化するためにやったんですけども、それが1ヶ月トリートメント無料で何回でも受けますよっていうサービスを始めました。やっぱりですね、とにかくやっぱりリピートしてもらいたい、もううちの戦略としてはもうリピートして単価を上げるお客さんを増やすっていうことなんですけども、なのでここでもう強制的にですね、まあ、よく言われるのが3回来店してくれたら常連さんになってくれるよなんて美容師言うんですけども、なのでここで新規の来店から、プラス2回強制的にトリートメント1ヶ月無料でやる提供することで強制的に来店してもらえるような仕組みを作りました。でこの結果ですね、大体もう9割以上 90% 以上が、1ヶ月のうちに、新規の来店から含めて3回来てもらえるようになります。ただここもやっぱりある程度熟練度が必要ですので、田中さんとか今9割超えますけど、まあ、慣れない美容室の方がちょっと時間かかってですね、この1ヶ月無料を定着させるようには多少時間がかかってます。ただですね、大体、2回来てもらうことが、まあ、無料なので、これ完全無料です。トリートメントプラスシャンプーブローついてて完全無料です。一切お金だから、そのお客さんはお店に入って、帰るまでお財布を開くことは一回もないっていう状態の完全無料です。をやります。で実はこれをやったことによって、2500円さらに単価が上がりました。やっぱりこれ美容室のオーナーさんに提案するとですね、さすがにちょっと怖いと、リスクもあるし、スタイリストが、まあちょっと時間取られるって言うんですけど、これ別にこう美容室がまあ何でしょう、ずっと椅子が満席なわけじゃないじゃないですか。1日の中で空いてる時間もあると思うし、スタイリストが遊んでる時間もあると思うんですけど、その時間に予約を振るようにしています。お客さんもだからこう、言うたらこちらからこう、まあ、暇とある程度分かってる時間あるじゃないですか。なのでそこに案内して、そこの時間で提供するっていうことをやってますので、まあ、薬剤のお金もそれほどかかるわけではないので、はい、いいですか。はい、新規というお話で今伺ってるんですけど、はい、例えばその田中さんのところがトリートメントフリーでやって、はい、単価を上げるのは、はい、既存のお客様も含めるというのは、そうですね、なんでしょうか。既存を含めるというのは、つまり来てるお客さんをないがしろにして、はい、新しい方だけど、はい、ちょっとお店の中の雰囲気があれなんで、初めてやるときはそうですね、みんなをターゲットに、はい、この時は来てくれる人全員にしました。そうですよね、はい、はいはい、よかったです。で、そうですね、ちょっと説明不足でしたね。まあ今来てる人にももうテスト的に、むしろ来てる人から始めました。テスト的にその人たちに1ヶ月何回でもできるもの、来てくれた時に渡して、使ってくださいということからやりました。ただ田中さんとかもともとですね、髪きれいにする美容室でやってたもので、まあ、そんなにたくさん使う人はいなかったんで、まあ、新規の時に、大体今までで言うと0から9回ぐらい来る人いました。ただ今ちょっといろんなことを試みしてるんですけども、ここの最初カウンセリング必ずするんですね。施術する前にカウンセリングして、その時にですね、新規で来た人なんかは、実はまあ髪きれいにしますよっていう約束して、それを信じて来てもらったんですけど、正直言うと今日一日では髪きれいになりません。それはまあ当たり前の話なんですけど、一日できれいになるよ、まあ、多少の状態だったらきれいになりますけど、ボロボロ、本当にもうめちゃくちゃボロボロなんですよ。どうしようもないくらいボロの方来るんで、きれいになりませんって言って、その代わりあと5回ぐらい来てもらったら髪健康の状態に戻りますよっていう提案をさせてもらいます。もうめちゃくちゃ汚い人の方、そうするとですね、その人はじゃああと5回で、そのために約束してからこれを渡させていただきますので、あと5回来てくださいねっていう話をするとですね、来てくれますし、まあ、ある程度髪がきれいな健康な状態の方だったら、あと2回結局あと2回来てもらったら髪が一番健康な状態まで戻りますよって提案させてもらったら、ここは2回来てもらったりとか、できるようになりますので、1ヶ月無料のポイントは何回でも来れますよっていうとですね、逆に来れなくなっちゃうんですね、お客さんはね。イメージで言うとですね、何キロ走るかわからないマラソン走らされるのと、5キロ走るって言われてマラソン走るの、まあ、どっちがしんどいですかって言ったら、やっぱ何キロ走るかわからない方がしんどいですね。本当は3キロでよかったのに、それでも5キロって言われた方が
走りやすいですよね、マラソンが。それと一緒で、あのカウンセリングの時に必ずあと何回ぐらい来たら綺麗になりますって提案をさせてもらって、でそれでそのために、これ用意してますんで来てくださいねみたいなことをするとですね、まあ、非常にうまくいくっていうのが今クライアントの中でも分かってますので、こういったことをやったらいいと思います。